競技のモンゴル文学は、モンゴル国の国民文学を指す。しかし、英雄女子詩から、女情的なしかマジックリアリズム的手法を駆使した、ポストモダン小説まで幅広い多様性と、豊かな芸術性を備えたモンゴル文学はもう少し、大きな枠組みで捉える必要がある。日本モンゴル文学界では、モンゴル文学の定義を、自らを、モンゴル人であると思う人々が、 私たちの文学だと思うものとしている。自らをモンゴル人であると思う人々とは、主に現在のモンゴル国のモンゴル人、中華人民共和国内の諸地域、内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区、青海省、甘粛省、国立高省、吉林省、遼寧省、寧夏海賊自治区、河北省、四川省、雲南省等のモンゴル族、及び、 ロシア連邦内シベリア連邦管区のブリアート共和国、ウスチオルダブリアート自治管区、アガブリアート自治管区のブリアート人と、ロシア連邦南部連邦管区のカルムイク共和国のカルムイク人、それらの地域から世界各地に移住した人々である。国民の文学が国語教育で形成されるものであることを考えれば、通常はモンゴル語による作品を意味すると考えてよい。ただし、 日本文学の中に、開封草や双葉帝使名のロシアまた、理念上は、モンゴル国の市民権を有するカザフやツバの人々の文学作品も含まれることになる。中華人民共和国の立場からは、中国国内のモンゴル文学は、中国文学のサブカテゴリーである、モンゴル族文学として扱われる。また、ブリアート人とカルムイク人の文学は、モンゴル文学とは、 独立して扱われることがある。それぞれ、ブリヤート語、カルムイク語で書かれた文学のみを念頭に置く場合と、ブリヤート人やカルムイク人がロシア語で書いた文学を含む場合がある。ロシア語作品は、ロシア文学の一部あるいは、サブカテゴリーとして言説されることが多い。文学とは、通常文字によって書かれた作品を意味しているが、モンゴルの言語芸術は長らく、 声によるものであったため、モンゴル文学は一部交渉文芸の領域も含むものとして概念されている。本校では上記を踏まえつつ、民族国家成立以前については、すべてのモンゴル文学に共通するものを、1921年以降については、協議のモンゴル文学、すなわち、旧モンゴル人民共和国と現在のモンゴル国の文学を対象に記述することとする。 西洋世界モデルの文学概念がもたらされるまでのモンゴル文学は通常以下の3期に区分されている。古代中世近世、近世の時期はさらに以下2期に区分して論じられることが多い。仏教文学の時代民衆文学の時代1911年と1921年の民族革命の後、西洋のリテラチャーや日本の文学を念頭に置いて、 創作活動が始まってからを近現代文学と呼んでいる。モンゴル国の場合、1990年までは社会主義国家からの視点で発展段階論とロシアソビエト文学史の枠組みをモデルにして文学史が組み立てられていた。民主主義段階の文学、社会主義段階の文学。しかし、民主化後、1990年以降は、こうした 社会主義時代の完成文学史は否定され、様々な時代区分が提起されている。ディーナザグドルジ。ありがとうございます。